フランク・マコート、フランク・マコートは、アイルランド系アメリカ人の作家である。ニューヨークに生まれ、アイルランドのリムリックで、少年時代を過ごした。父が出奔したため、彼は、母とテーマイたちの面倒を見なくてはならなかった。その後アメリカに戻り、ホテルで働き、その後公安労働者などを経験した後、軍隊に入り3年間南ドイツの米軍基地で、働いた。 軍隊勤務の間にタイピストとしての訓練を受け、兵役を得た後は、退役軍人支援法を利用して、ニューヨーク大学で学び、英語の教師となった。自らの子供時代の記憶を綴った物語、アンジェラの灰でピューリッツァー賞と全米都諸賞を受賞した。この作品はアラン・パーカー監督で映画化された。その後もアンジェラの灰の続編。 アンジェラの祈りなどの著作を執筆した。芸の権利についての擁護者でもあった。2009年7月19日、定員性黒色種のためニューヨークで死去。78歳没。弟のマラキー・マッコートも俳優、著述家として、エーモンクスイミングという自伝を書いている。おいのコナーは、30から40年代のリムリックを紹介するビデオを制作した。ありがとうございます。